こんばんばはこの度は1時間も予告よりも遅く配信を始めてしまいまして誠に申し訳ありませんでしたうんもうそれにつきますね本当に途中でツイッターか YouTube でそのように言うべきだったなっていうふうに思ってますこれまでは、うん、何か、まあ、やらかしたとしてもいいよいいよって許していただいてたけれどもさすがに今回のはですね私の心がけの問題といいますかやっぱり寝坊とかは 悪意,悪意というか意図的にやるものじゃないかと思うんですけれども今回の私の場合は一言由美子さんにちょっとツイッターで皆さんにお知らせをさせてくださいというふうに言ってお知らせをするというのが礼儀だったのではないかと思っております本当に申し訳ありませんでした 今日ミーティングあるからあれだったら先始めといてって連絡したのがうん,なんかそれに甘えてたというかそれでまあみんなに伝えた気になってたというかそういう甘さがいけなかったと思っています自分の口からちゃんと。 送りますということを伝えるべきだったと思います本当に申し訳ありませんでしたこんなダメな自分にうんもう信頼は築き上げることは難しく失うのは一瞬なので、うん、もうがっかりして見るのをやめるまた配信見ても あの時の怒りがこみ上げてくるからもう見ないっていう人がいてもそれはしょうがないことだと思ってますなのででも私がコラボをするから中条さんの配信ももう見ないっていうふうにはならないでほしくて。 私のことは、うん、もう見放してしまうっていうのはもう仕方のないことだと思うんですけれども、他のホヘトのメンバーの人たちは悪くないので、うん、あの私が他のホヘとメンバーの人とコラボするときは見たくないっていうふうに思う方がもし多いようでしたら、今後はコラボ配信を控えようと思います。あの予定がすでに入っている分に関しては、さすがにあのドタキャンは、 するのは申し訳ないのであれなんですけれども今後はコラボ配信は控えたいと思います私のようなあの今回のようなことがうん自分の配信だけじゃなくてコラボ相手の人にも迷惑がかかったっていうのは本当に本当に申し訳ないと思ってて、うん、なので今後は本当に コラボは控えたいいと思いますそしてちゃんとあの人として配信者としてちゃんと「私は配信者です」って言えるような人間になれた時はその時はまたまあでも嫌かなうん。 いや他の方に、うん、迷惑をかけるのはよくないと思いますのでまああのこうなったらコラボ解禁とかそういうのはやめてとりあえずまずはあの信頼回復のために地道に活動するというところからやっていきたいと思っております本当に申し訳ありませんでしたそして 私これまでそれこそ中条さんが寝坊された時とか視聴者さんもいる前で電話がかかってきた時に「あいいよいいよ気にしないで大丈夫だよ」ね「ねあの体大事にしてね大丈夫だよあ今日もう配信やめる」とかって言ってたかと思うんですけれども。 それもよくよく考えたらすごく配信者としてなっていない発言だと思いましたそういう時はちゃんと寝坊した人に視聴者さんずっと待ってたんだからダメだよって叱るべきだと思っててそれは、うん、今日のですごく思ったんですけれども、うん、そこはねっち、うん、さん に配信やめよううかっててんじゃなくて視聴者さんが待ってるんだからってそっちを優先するのが配信者なんだなっていうのを思いましたしそのことをやっぱり中条さんに伝えてもうんそうだよってはっきり覚えてないですけれどもなんかその時もう頭真っ白であのはっきり覚えてないんですけれどもかあの中条さんからもそう言われたように私は記憶してます言うべきだと っていん風に申し訳なかったなっていうかもう本当ににんかそういうところからもうなんだろういい人に見られたいとか人になんだろう注意をしたくないとかそういう逃げですよね結局そういう感情の、うん、まあずるい卑怯な部分が表に出てるなっていう風に思ってます。 なので人間的にきちんと最優先するべきは何かというものをきちんと考えた上で正しい選択ができるようにそんな人間になるようにならなければならないと強く思いましたこの度は本当に申し訳ございませんでした励ましのいやフォローなどはのコメントは お気遣いいただかなくて結構ですいただいたら甘えてしまいますのでお叱りやご意見などはもうあの真摯に受け止めさせ,させていただきますので本当にあのやっぱり怒りはねぶつけなければモヤモヤしたままだと思うのでぜひ私に お叱りをいただければと思いますよろしくお願いいたします失礼いたします